エアコンに桃山話の明兄です。本日もエアコンにまつわるちょっとしたお話をお送りしたいと思います。今回お送りする内容は、家電量販店の使い方についてお話をしたいと思います。皆さん家電量販店ね、行ったことある方ほとんどだと思います。家電量販店のいいところっていうのはもちろん、機械の値段が安いよということと同時にですね、いろんなメーカーのものをいっぺんに見比べることができますよっていうのも、やはり皆さんがイメージされるいい点なんだと思います。でそこにもう一つ、こんな使い方もしてみたらいかがでしょうかっていうお話を今日はしてみたいと思います。基本的にですね、量販店さんもちろんね、違うスタンスを取られている会社さんもいることはいるんですが、まだまだ多いのが各メーカーさんから、出向というかね、派遣されて、スタッフさんとして商品説明に当たっている方っていうのが結構実はいるんですよ。だから例えば、いろんなエアコンの例えば相談をしててもね、やたら日立の商品詳しいなとか、日立の商品を押してくるなと思うと、やっぱり日立の会社さんだったり、また同じようにね、例えば三菱さんを押してくるなと思うと三菱さんの商品だったりとかね、やっぱり各メーカーさんで、派遣されてきてるケースがね、昔はほとんどの量販店さん全部と言っても過言じゃないのかな、ほとんどの量販店さんがそうでしたが、今はね、一部の量販店さんではそういうことはやってませんよっていう宣言をねされているところもありますが、まだまだとは言っても、結構な比率で各メーカーさんから来て商品説明に当たっているってケースがまあ見受けられます。でそうなると、当然ね、自社製品のものに対する強みと他社製品さんの劣っている点、例えば自社製品に比べて劣っている点っていうものに対しては非常によく知っているわけですよ。じゃあどうするかっていうと、A という量販店さん、 B という量販店さん、 C という量販店さんありますよね。大概量販店さんがある町というのは一つの量販店さんだけがあるってケースそうそうないですよね。やはり複数の量販店さんが乱立しているということになります。でその中で皆さんがちょっとこの機種気になるなとか、もっと言えば、どの機種にしたらいいんだろうとかね、悩まれている状態で行きます。そうするとそこの皆さんが悩まれているメーカーさん の社員さんが来ているんであれば、そのメーカーさんのその商品の、ね、背中を押してくれるような良さをいっぱい言ってくれます。ただその時に、やっぱり自分の考え間違ってなかったなと思って、そのまま買っちゃう。で、それを悪いというわけではないのですが、やはり、長所があれば短所ってやっぱりあるんですよ。もっと言えばメーカーごとにね、優劣っていうのはどうしてもあるので、やはり自分でお買い求めになられる商品の長所だけではなくて、いわゆる短所とか、もしくは、他メーカーさんに劣っているものがどういう点が劣っているのかなんてことを知っておくだけでもね、やっぱり意味があることだと僕は思います。なのでそういった意味では、まず量販店さんに行って、でそこの量販店さんのおすすめって何ですかって言っておくとね、おのずとね、偏ってくる説明をする人ってやっぱりいるんですよ。そうすると、この人はじゃあこのメーカーさんのおそらく関係者さんなんだろうなと思う当たりをつけるわけですよ。でそうすると今度はそのライバル社さんの商品説明を聞いておくと、やはりこういう点が良くない、ああいう点が劣ってるみたいな話もしてくれるんですね。でその情報をもとに次の量販店さんに行きます。次の量販店さんに行けば、今度は全然さっき、ディスられていたメーカーの商品を今度褒めるケースがあるわけですよ。そうすると今度、この方はその、ね、さっきのお店でディスられていた、商品の メーカーの関係者の方だなってことになると、今度は逆転してさっき褒められてた商品をぶつけてみるわけですよ。そうするとこの商品のその部分はいいんだけど、こういう点が劣ってるとか、こういう点で、足りてないから結局意味がないんですとかね、やっぱりそれぞれのメーカーさんの反論というものを一生懸命伝えてくれるわけですよ。
そうすると長所と短所が、同じ土俵に上に結果乗ってくるわけですね。でその上で、皆さんご自身がどういった使い方、例えばどういった長所の方を自分たちはメリットとして、受け取れやすいのか、そういったものが話を聞きながら見えてくるってケースもあるんです。ああこういう点がいいんだったらうちにはそれの方が合ってるなとかね、そういったことを聞きながら、ご自身の選択する機種ってものを選ぶのも一つの手になります。ただ、これはあくまでもそのいろんな付加機能というかね、例えばフィルターの清掃機能一つとっても、こういったやり方ああいったやり方っていうのがいろいろあるわけですよ。だからそういったそれぞれの機能をどれを選ぶかというところで、ご検討されたい場合にはそういった選び方が一つ手だと思います。ただとにかくシンプルな形でいいんだというものに関してはやはりそのもの、なんていうか製品そのものの良し悪しとか、基本的に壊れにくいじゃないかと思われるものっていうのはなかなかカタログに、ね、書いてあるものではないです。そういった意味では本当の基本性能っていう意味では、まあ、以前別の、ね、動画でお話をしたように、僕個人がおすすめするものについては三菱電機とダイキンのもの、この2社のもののいわゆる一番安いグレードのものを買うっていうのが一番まあシンプルで一番失敗が少ないっていう印象を僕は持ってます。なので、とにかくシンプルでいいんだっていうのであれば、三菱かダイキンの一番下のグレードのものを選ぶってことをお勧めしますが、まあ、とは言ってもね CM であんだけ、いろんなメーカーさんのいろんな機能をバンバンこう流れていくとやっぱ気になっちゃうのも人情じゃないですか。なのでそういった意味で気になるっていう方はやはりその先ほど申し上げたような複数の量販店さんでそれぞれの力を入れているメーカーさんの、長所短所を他社さん同士の、うちのこういうことは優れてるで他社さんのこういうところよりも優れてる他社さんはこういうところが優れてないっていうね説明をちゃんとこう何人かから聞いていくとおのずと皆さんの知識の中に少なくとも今年モデルの、優劣というか今年モデルの長所短所皆さんにとっての優劣っていうものが出来上がってくると思うのでそのあたりをうまく利用しながら考えてみるのも手じゃないかと思います。いかがだったでしょうか。本日は家電量販店のこんな使い方どうですかっていう形で、動画を配信していました。なるほどなと納得していただけた皆さんよろしかったらチャンネル登録そして高評価の方をお願いしたいと思います。やっぱりね高評価をしていただいたりするとやっぱり喜んでもらってんだなっていうことでちょっとね励みになることはなります。やっぱ嬉しいもんですよ、なので、そのあたり、まあそれならば押しとこうかっていう形でね、やっていただけると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。エアコンよもやま話のアキニーでした。それでは失礼します。